アメリカ合衆国オーレゴン州霊ク群で採取された黒曜石黒曜石は火山岩の一種及びそれを加工した宝石である。岩石名としては黒曜岩という。英語名のオブシディアンはエチオピアでオブシウスなる人物がこの石を発見したという大プリニウスの博物誌の記述による。科学蘇生上は流門岩で石器はほぼガラス質で。 少量の反射を含むことがある。流紋岩質マグマが水中などの特殊な条件下で噴出し、急激に冷やされることで生じると考えられている。同じくガラス質で丸い割れ目の多数あるものは、パーライトという。二酸化ケイ素が約70%から80%で、酸化アルミニウムが10%強、その他に酸化ナトリウム、酸化カリウム、酸化鉄、酸化カルシウム等を含む。 外縁部と内側では構造が異なる。また内部に結晶が認められるものもある。黒曜石のモースコードは5。比重は2.339から2.527。水を1から2%含む。米国カリフォルニア州のオブシディアン、ドーム採掘工遺跡がある高源山、剣髪願い剣は黒く、ガラスとよく似た性質を持ち、脆いという欠点はあるが、 割れると非常に鋭い肌面を示すことから、戦士時代より世界各地でナイフや矢尻、槍の穂先などの石器として長く使用された。極めて切れ味が良く、ナイフとして使った場合は、厚い肉でも一発で両断することができる。日本でも後期旧石器時代から使われていた。当時の黒曜石の産地は大きく三つに分かれており、その成分的な特徴から、 古代の交易ルートが推測できる。国洋石の採取法には、路頭の岩体の発災、路頭から剥落した天石の採取、地下の岩体や土葬中のものの採掘などがある。上述したように国洋石は、流門岩が噴出した火山地帯に見られる。世界では、ギリシャ、イタリア、スコットランド、アイスランド、トルコ、アルメニア、ケニア、ペルー、チリ、アルゼンチン、 メキシコ、米国、カナダ、ニュージーランドなどで産出している。米国では、カスケード山脈のニューベリー火山や、メディシンレーク火山、カリフォルニア州シエラネーバダ山脈のイニョカ港、イエローストーン国立公園ほか数多く分布する。北朝鮮と中国の国境にある白桃山でも、産出があり交益されていたことが知られている。国別国用石原産地数構図しまぬか先の、 黒曜石層火山活動が活発な日本であるが、流門岩は酸性岩であり、火山の多くが爆発的噴火をして火山灰やデイサイトとして拡散してしまう。そのため急冷されてガラス質になる条件が必要な黒曜石は特定の場所でしか取れない。日本では約70カ所以上が産地として知られているが、良質な産地はさらに限られている。 高気旧石器時代や縄文時代の黒曜石の代表的産地としては、北海道縁軽町、長野県霧ヶ峰周辺、静岡県伊豆天木、熱海市上田が、神奈川県、箱根などの産地、海水に接して急冷される機会があった当初では、東京都伊豆諸島の神津島、恩橋島、島根県の沖島、大分県の姫島、佐賀県伊万里市越岳、 長崎県松浦市の牟田、道県佐世保市の東浜と張尾、道県川田名町の大崎などが知られる。このうち、姫島の黒曜石産地は国の天然記念物に指定されている。黒曜石が古くから石器の材料として広域に流通していたことは考古学の成果でわかる。例えば、伊豆諸島神津島産室の黒曜石が、 後期旧石器時代の南関東の遺跡で発見されているほか、いまり越岳山の黒曜石に至っては、北松浦半島の縄文人が、隆起千分時、大型石符と共に持ち込んだものが、津島海峡の向こう黒曜石を産出しない、朝鮮半島の東三道海塚で出土しており、沖の黒曜石はウラジオストクまで運ばれている。また北海道では、十勝地方も、 産地として非常に有名で、北海道では現在でも、十勝石という呼び名が定着している。日本最古と推定される、黒曜石採掘工遺跡がある、高原山。栃木県北部にある、活火山、高原山を構成する一方である県ヶ峰が、原産の黒曜石を使用した石器が、焼いた市より 200km 以上離れた静岡県。 三島市や長野県品野町の遺跡で発見され、研究が進められている。産出時期は古いものでは、石器の特徴より今から約3万5千年前の後期旧石器時代と考えられており、その採掘後遺跡は日本最古のものと推定されている。表記の寒冷な時期に人が近づきがたい、当時の北関東の森林限界を400メートルも超える。 標高1500メートル近い高地で採掘されたことや、従来の石器時代の概念を覆すような活動、公益範囲の広さ、遺跡発掘により、効率的な作業を行っていたこと等が分かってきて、注目が集まっている。またこの新しい発見により日本人の起源、人類の進化をたどる手がかりになるという研究者の発言も報道されている。の通り、石器時代において、 その切れ味の良さから石器素材として広く使われた。刃物として使える鋭さを持つ黒曜石は金属器を持たない民にとって重要な資源であった。現にヨーロッパ人の来訪まで鉄を持たずに文明を発展させた南アメリカは15世紀頃まで黒曜石を使用していた。メキシコのアステカ文明などではマカナなどの武器を作り人身獄で 生贄の体に使う最使用ナイフも作っていた。一説にはアステカが強大な軍事力で周辺部族を征服し帝国を作れたのはこの黒曜石の鉱脈を豊富に掌握していたからだとも言う。現代でも実用に供されている。その切れ味の良さから海外では眼球、心臓、神経等の手術でメスやカミソリとして使われることがある。また黒曜石を 摂取鮮度で加熱すると、含有された水分が発泡して、パーライトとなる。白色粒状で、軽石状で、多孔質であることから、土壌改良材などとして用いられる。様々な色の混じった、美しいものは、研磨されて装飾品や、宝飾品として用いられている。黒曜石とも黒曜石とも表記される場合がある。明るの字が、常用勘違いであるため、 寛用的に国曜石と表記したと言われることがあるが、常用漢字の制定以前から国曜石の表記はあった。安永2年に初めて国曜石を取り上げた木内修玄暁の雲根市では国曜石としており、オブシディアンの訳語として採用した和田津し郎も国曜石としている。黒曜石という用字が現れるのはおそらく太平洋戦争後で、 藤森栄一など考古学者の一部が好んで用いる。サウジアラビアのメッカにあるカーバ神殿の黒石は元は一つの塊でその後割れたもので丸みを帯びているのは長年の人の手による接触摩耗であるが水に浮くという言い伝えやザラザラした外観からは黒曜石と認めがたい。採取がしばしば報告されるルブアルハリ砂漠に落下した隕石の種類と推定される。 石言葉はまか不思議。2016年には日本地質学会により長野県の県の石に選ばれている。w i k i デ e d i a Commons には国曜石に関するメディアがあります。ありがとうございます。